不等タンパク質は生体において主に生体の凍結防止や氷の再結晶防止による生物の生命維持に寄与するタンパク質のこと。対等タンパク質とも呼ばれ、近年では氷構造タンパク質とも呼ばれることがある。数グループが存在し、また糖との結合体である不等糖,糖タンパク質などの誘導体が存在する。そのため、これらをまとめて、 不当タンパク質類と呼称することもある。北欧の人工衛星画像地球上においては、相当な量の氷に覆われた区域がある。高地の雪氷地帯、氷河、極地の万年雪、棚氷、流氷など埋挙に暇がない。これらの地域に生息する生物の個体数、原存量は、共に多くはないが、生息する生物は存在する。 これらの地域に生息する生物は、それぞれ低温や体の凍結に備えた構造を持つことにより、生存を可能としている。例えば毛皮などの保温、体内を構成する脂質の不法和化による、凝固点効果、体自体を巨大化させることによる、非体表面積の低下などである。ここで、 体内の水の結晶性を制御することで生存に寄与することを目的として算出されているのが不当タンパク質である。作用基準は特異的であり、凝固点効果によって不当性を発揮する物質とは桁違いに活性が高い。数 ppm オーダーと非常に低濃度で効力を発揮するのが大きな特徴である。 生物組織を普通に凍結させると、組織が破壊され、工事機能が失われる。これは、生体内の水が凍結する際に素大な結晶となり、組織の構造を破壊されることによる。また凍結時は低温であるため組織の柔軟性が下がっていることも、これに拍車をかける。さらに凍結後に、生体組織を構成していた溶液が濃縮され、 組織に浸透圧による科学的ストレスと障害を与えることも加わる。人為的に低温での凍結を抑制する場合、ポリエチレングリコールや、糖類の添加や痴漢、浸透圧の向上といった手法を用いることができる。しかしながら、生態では代謝の問題上、そうした手段を取ることができない。不当タンパク質類は微小な氷結症に結合し、 結晶性の熱的安定性を下げることによって、その結晶性を制御する。また、水に対して、熱的ヒステリシスを与え、凝固点を下げる一方で、誘拐点を下げない。結晶性が制御される結果として、形成される氷は、塩水内視力核水を底面で2個貼り合わせたような、形となる。また、微細な結晶が多数積出する現象が起き、 通常の凍結で見られる結晶同士が連結して粗大な結晶を積出させる現象が起きない。この熱的ヒステリシスについては、精密微小浸透圧計を用いて計測することが可能であり、典型的な魚の不等タンパク質の場合であれば、摂取1.5度の時の最大を示すのだという。しかしながら、昆虫の不等タンパク質は、 この10から30倍活性が高いと言われる。これは、魚が水中という比較的温度が安定した環境に生息するのに対して、昆虫は地上で生活する必要があり、さらされる温度変化が激しいため、このような性質を身につけたのではないかとする分析がある。なお、浜木ニは非常に高い体感性を持つものがおり、摂氏30度ですら、 活発に活動するという。AFP タイプ I の模式図。機能性を持つ3面を持つ構造である。ハイドフォビックフェース、素水性面、ハイドロフィリックフェース、浸水性面、THRNSX フェース、t h r a s x 面。海水の氷点は摂氏1.8度程度であり。 通常の海水魚の血液の氷点はマイナス0.8摂取0.9度程度である。このため、海面が氷結する海域においては、通常の海水魚は体が凍結してしまうはずである。しかしながら、このような海域においても生存し活動する魚が存在しており、それを支えている要素の一つが、魚血液中の不等タンパク質である。 北極海や南極海に生息する魚類の分析から2.6から 3.3kd 程度の不等等タンパク質が発見されている。昆虫においては8.3から 12.5kd のものが発見されている。昆虫の不等タンパク質は特に活性が強いものが多いことで知られている。植物の不等タンパク質はまだかなり未解明であり研究が進められている。 他の種に含まれる不動タンパク質類と比較して、その活性は低いものが多いとされる。これまでに麦類、人参、ジャガイモ、キャベツなどから発見されたとの報告がある。また、その作用は氷の再結晶防止というよりも、氷の形成防止といった方が適切との指摘がある。不当タンパク質類を生物が獲得したのは、 数百万年前の表記においてのことであり、異なった生物グループに同様なものが存在するのは修練進化の結果ではないかとの説がある。異なる種類の不当タンパク質類が現在の生物から発見できる理由として次の2説が挙げられる。不当タンパク質の不等性機構は吸着抑制機構による結晶成長素子に由来するものとの説が有力である。 凍結初期に形成された微小な評判に、不等タンパク質が吸着されると、熱力学的に表象の成長が抑制される。その結果として、六角板形状である評判は、ファンデルワールス力による表面の形成の妨害に、従い、単独で防水型に近い形状となる。通常の氷の結晶面は、基本面及びプリズム面を示し、板状の結晶となって成長する。 しかしながら、不当タンパク質が存在する場合、結晶成長は2021年に制限される。この機構はさらに精密に解明され、AFP イパイは水の水素結合に介入して、氷床の成長を阻害していることが明らかとなった。しかしながら、タンパク質の水素結合に関与すると考えられた部分を変異させたものを用いた実験においても、 不等性の低下は測定できなかった。このため、現在では、水素結合への介入は、不等性の主たる作用ではないとの説がある。この機構については、分子動力学法やモンテカルロ法による、分子運動シミュレーションを用いた解析が有効では、ないかと思われ、分析が進められている。1950年代、カナダのショーランダーが魚の血液の氷点下の、 環境での魚の生存機構を研究中、北極海の魚の血液中には、不等性を発揮する成分が含まれているのではないかと、ひらめいたことがきっかけとなった。そのため、不糖タンパク質類は、不糖タンパク質と同時に発見されたことになる。また、この時に、不等性成分の実態は、タンパク質であるとの説が発表された。また、 1960年代に動物学者のアーサー・デブリース、アーサー・ディバリーズは南極の魚の研究において不糖タンパク質を管理した。その後の研究で糖タンパク質でない不糖タンパク質類が発見された結果、不糖タンパク質類は糖タンパク質と非糖タンパク質のものに分類されることになった。デブリースとロバート・ハーニーは1970年に 不凍タンパク質類を科学的及び物理的性質によって分類した。1992年にグリフィスらは冬ライ麦から不凍タンパク質を分離したと発表また時をほぼ同じくして、ウルシア、リューマンナイトは皮脂植物の熱ヒステリシス性タンパク質を発見したと発表した。さらに1993年、リューマンとオルセンは 食用作物を含む、皮脂植物23種から、不等タンパク質類を発見したと発表した。また、彼らによれば、菌類や、細菌類からも発見されたという。近年、不等タンパク質類の名称を、氷構造タンパク質に解明すべきとの主張が、存在する。これは、不等タンパク質類の名称が、自動車などに用いられる、不等液に近く、不等機構が、 不当益と全く異なるにもかかわらず、混同される恐れがあるとの理由によるものである。以下のような応用が検討されている。日本語のオープンアクセス文献。ありがとうございます。